教育の一番上に立ちたいっていう思いで大学受験進学することによって僕は少しでもその自分の目標の可能性を高めることができるかなと思ってますし、まあ、支えてくれた家族だったり、まあ、友人だったり、そして後に続く人たちであったり、いろんな人の夢を背負った受験だと考えています。受験生版タイガーファンディング夢に踏み出せ。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。これより最終審議に入りたいと思います。3人の志願者が出てきて、まあ初回だからということもあったんでしょうけれども、一旦3人ともいわゆる仮のオールですね、予選通過という形になりました。それぞれに希望金額は違いましたけれども、まあ3人とも100万以内の希望金額で決まったわけですけれども、どうですか、これルール通りですね、3人のうちから現実的には1人に投資をするということを決めなければいけないんです。でそれぞれバラバラじゃないですか、投資を決めた人もいればナッシングの人もいるんで、でも一旦それを置いといて、この3人の中で皆さんならばやっぱこの人に一番ちゃんと投資をしてね、頑張ってもらいたいなと思う人を正当に決めた方がいいと思ってるんですけども、細井さんはどなたですかね。そうですね、まあもちろんうちの住所の親和性とかを考えればが、まあ自分的にはまあ、一番サポートできる、うん、まあ、部分は大きいのかなとは思いました、うん、僕はちょっと最初のお二人ナッシングで3人目の方だけだったんで、まあ、はい、結論からそうなんですけど、まあ、3人からってなると、はい、まあ、1人目2人目オールになっているので、一応小林さんとしてお一人決めてください。はい、はいはい、じゃあ山美さんどうぞ。そうですね、まあ、なんかその気持ちよくお金を払えるのが僕ははい方かなと。はい、そうですね、僕もと2人になったんですけど、やっぱまあ現実的に考えるとまあっていうのはありますよね。本当決めがたいなと僕自身思ってまして、まあ彼らと結構やり取りもしたとこもあるんで、はい、最初の久田さんはやっぱその結構できない子たちに与えていきたいっていう理念は僕自身一番やっぱ響いてきてました。ぶれたりするっていうのももちろんあったんですけど、遠いところがもう来てくれて最初のトップバッターで走り切ってくれたりは、大井さんはなんか麻雀という素晴らしいのでやってるんで、まあ、頑張っていけるんじゃないかなという思いもやっぱあるんですね。斉藤さんはまあ本当にまあ、今の日本に必要な緊急必要なような人材だと思いますし、やっぱ話し合いの中で、編入という話も出てきて、まあ、本当に彼にとってもプラスだっただろうと思いますし、結論としては、はい、に話したいなと思います。はい、そういうことでございますので、僕は全然出す立場の人間ではないですけれども、もちろんそれぞれに個性があって、それぞれになんか応援したい気持ちは僕も同じ強く持ちましたけど、今回は支援をすべきではないかなというふうに強く思いました。じゃあこの後ですね、3人がまたもう一回入ってきますので、他の2人もぜひですね励ましの言葉をかけていただきたいのと、ぜひ何かお手伝いできることがあればそれぞれに言ってあげていただきたいと思いますので、はい、はい、じゃあこのまま向こうに移動しましょう。虎たちがそれぞれの思いを述べ導き出した一つの結論、果たして選ばれるのはどの志願者なのか。いよいよ最終決断の時が迫る。では皆さんどうぞ。失礼します。失礼します。はい、お疲れ様でした。失礼します。はい、では志願者の方々本当にお疲れ様でした。奥田さん、78万円仮でオールになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、2番目大井さん65万円ですね、同じく仮のオールになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そして最後斉藤さん、92万円、これまたオールになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで一旦今回のですね最初の、受験生版タイガーファンディングは志願者3人ともいわゆる予選みたいなものを通過していただいて、今日ここに3人が座っていただいてます。ただ大変残念ながら、3人が全員がですね、お金を得れるわけではなくて、さっき、審議をしたんですけれども、最終的にはこの3人の中でお一人のみ、希望金額を、虎の方から、受け取っていただくという形になりましたので、これを
今日ここで発表させていただきたいと思います。では受験生版タイガーファンディング主催の松原さんの方から発表していただきましょう。お願いします。まずはご参加方今日お疲れ様でした。素晴らしいプレゼンだったと思います。結論としまして、5人で、話しまして、で多数決で5人中3人が選んだ方は斉藤さんになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、今ちゃんとお伝えいただいたように多数決になりました。5人の虎のうち3人が斉藤さんで、誰かとは言いませんけれども、お一人が奥田さんで、お一人が大井さんでした。はい、なので大井さんも奥田さんもそれぞれ1票ずつは獲得できたんですけれども、残念ながら、今回は斉藤さんが3票獲得したので、斉藤さんに92万円を受け取っていただきたいと思います。で、改めまして、投資を決めていただいたのが細井先生と、それから小林さんと森出さんなので、お三方から受け取っていただきたいと思います。斉藤さん前のどうぞ。はい、じゃあ森出さんの方から。はい、医者になって、はい、僕の名前を社辞に入れておいてください。約束します。ありがとうございます。ぜひ医学部合格してください。ありがとうございます。頑張ってください。じゃあ同業になれるのをね、楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、自分が選ばれると正直思ってませんでした。やっぱり、まあ、医学部の面接でよく聞かれるトピックとして、まあ、若い人を差し置いてなぜ30代の、まあ、おじさんが税金を使って医師にならなきゃいけないんだっていうことは必ず問われると思いますし、今回にもそれはあったと思っています。私よりもずっと若い未来のある2人を差し置いて、私がこのような大金を手に入れたという事実はかなり重いと思っています。この人が選ばれてよかったなと思えるようないい、まあ、戦いをして、まあ、いい医者、いい研究者になりたいと思います。ありがとうございました。はい、本当にですね、いろんな意見が出ました。斉藤さん、例えば年齢もそうなんですけども、一番高学歴で、じゃあその高学歴だから結果ね、うん、こういうふうになったのかっていうふうに思われはしまいかとか、そんなことも皆さん思ったんですけども、最後は素直に、皆さん、じゃあ3人の中で一番ちゃんと心に響くプレゼンテーションをされたのは誰かっていうところで斉藤さんに決まりましたので、ぜひ遠慮なくですね、受け取っていただいて、勇気を持ってチャレンジをしていただきたいと思っております。はい、はい、残念ながらですね、資金獲得には至らなかったお二人なんですけれども、奥田さんに皆さん当然ね、一旦は投資をしようというふうに決めていただいた社長もいらっしゃったので、ここからはですね、ちょっとお尋ねをしたいんですけれども、資金的な提供ではないけれども、奥田さんになら自分はですね、こういった、サポートもしくはプレゼントができるんではないかという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ挙手をしていただいてご提案いただきたいと思ってますけど、いかがでしょうか。はい、どうぞ。はい、僕自身やっぱりプレゼンの時も言いましたけども、共感してる思いが、まあ、本当に強くて、もし東大対策等で困ったことがあれば、まあ、僕も予備校経営してます。篠原塾というオンライン塾もあるので、もし興味があればその指導を僕が僕個人のお金を会社に払って、まあ、要はタダで指導を受けてもらってもいいかなと思ってますし、あと合格された時に何か一緒の、まあお仕事ができて、欲しい家賃分以上の、仕事は与えたいなというふうに思いました。はい、奥田さん、こういう提案が今ありましたけど、そんなんいらんわでもいいですよ。はい、ぜひいかがですか。そういうお声をいただいたのは非常に嬉しいです。はい、わかりました。他の方はいかがでしょうか。はい、山部さん。はい、まずは東京までありがとうございます。で、武田塾ですね、ぜひ好きな校舎、最寄りの校舎に行っていただいて、東大へのカリキュラムしっかり差し上げるんで、うちの方が全国の大学学部、もうほぼ全大学のカリキュラムがうちでありますんで、それは受験相談無料で来ていただいて、で全て差し上げてます。なのでぜひ一度校舎にお越しください。ありがとうございます。じゃあ僕は、はい、そうですね、まあ、東大英語を長いことやってきたんで、まあ、英文のそうですね、英作文の添削とかだったら、まあ英作文のサービスとかもやってますんで、まあ、そういうところだったらいろいろお手伝いできるかなとは思いますね。はい、ありがとうございます。森出さんの提案どうですか。あ、非常に嬉しい、うん、率直に言ってそう言っていただいて非常に嬉しいし、はい、
絶対森田先生の力があったら東大に行けると思うんで、ぜひよろしくお願いします。ちょっと、はい、森さん、はい、責任重大ですよ。こんなこと、これ安心されますんでね。はいはい、じゃあ、3人の、虎からですね、ご提案がありましたので、奥田君も快くこれを受けましたので、ぜひサポートお願いします。ありがとうございました。はい、続いてですね、大井さんですね。大井さんも本当によく頑張られて、本当に応援したいなと思いましたので、なんか、まあ、受験勉強ってやっぱりこう毎日毎週毎月こう継続していくことが大事だと思うので、もしそのどっかでつまずくことがあれば、まあ、僕がもうカウンセリングしたり、まあ、僕の塾も、もしよかったら無償で指導提供しますんで検討してください。であと、まあ、大学合格後に僕に麻雀を教えてくれたら、なんかお小遣いをあげます。ぜひ教えてください。はい、法律に違反しないレベルでお願いします。あ、はいはい、はい、もちろんです。はい、はい、大井さん、今松原さんからこんな提案ありましたけど、いかがですか。あ、ぜひお願いします。嬉しいです。はい、他いかがですか。はい、はい、どうぞ。武田塾はですね、全国に校舎がありますので、はい、最寄りぜひ東京に住んでると東京もたくさんあるので、はい、そこに行けば本当、千葉大でも、外大でも、KOSFC でももう全ての対策が手に入るので、ぜひ何回でも相談に来てください。はい、僕もなんか応援したいなと大井さんには思ってるんですけどね。麻雀のね、よしみで細井先生とそれから小芭蕉さんと僕と誰かで、あ、4人いるよね、もうこれね。あ、これで麻雀を打って、あなたが食べたいものをご馳走します。はい、はい、そんな暇ないか。まあ、ね、ひとときの受験勉強の息抜きとして、はい、ぜひ一回タコを囲みましょう。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、めっちゃ楽しみと思う。はい、いや、大井さんの食べたいものであって、お二方の食べたいものじゃありませんから。違うんですか。いやいやいや、はい、小場所は何でも食べますから大丈夫です。お二方に関してはですね、繰り返しますけれども、残念ながら資金を得ることはできなかったんですけども、こうやって皆さんからですね、いろいろとご支援をいただきましたので、遠いところから本当に来ていただいた甲斐もあったのかなというふうには思っております。何かこうやって得て帰っていただいて、彼ら2人もですね、これから受験に向かうわけですから、できれば、まあ、松原さんぜひ追っかけていただいて、はい、その報告ができるといいかなというふうに思っております。はい、じゃあ、改めましてこれで締めますけれども、勇気を振り絞ってお越しいただいた3人の志願者に皆さんで拍手を送りましょう。受験生版タイガーファンディング、その決勝戦を勝ち抜いたのは志願者斉藤。惜しくも敗れた志願者たちにも虎の手が差し伸べられる結末に、それぞれの新しい未来をつかみ取るため、男たちの挑戦は続く。しかしこの後事件が。続報を待て。